どうもダーちゃんです。今回は立体のアマビエ様を作りたいと思います。こちらね、疫病が流行った時に現れる妖怪、用いられた妖怪です。収束を祈りながら作って、まあ、飾って疫病を退散祈願として飾ってみましょうということで、今回もよろしくお願いします。では、8ミリの丸シールと5ミリの丸シール、それぞれ2枚ずつ黒く塗りつぶします。では5ミリの丸シールの方にこのようにホワイトマーカーがあれば、このように目に光沢を入れます。15センチの折り紙、こういう風な柄の折り紙がおすすめです。で、もしなければ普通の折り紙にこう模様を描いてもいいと思います。今回は分かりやすいようにこの普通の折り紙を使います。では色をまず上にして三角に半分に折ります。こちらも開いて回転させて半分に折ります。では裏返してこちら向きにして、今度は四角に半分に折って、開いて回転させて四角に半分に折ります。で、開きます。ではこの四つ角を真ん中に合わせて折ります。はい、開きます。そしたらもう一回こちら四角に半分に折って、両手でこの辺りをつまみ持ちます。で、このまま寄せるようにそれぞれで畳んで、ここの縁と真ん中を折ります。ではここ1枚分立ててもらって、ここを開きます。で、ここを指でしっかりつまみ持ちながらこちら側を下ろします。で、ここを揃えます。この真ん中の折り筋と縁で揃えたら、ここを折ります。はい、ではこちらとこちらの縁を真ん中に合わせて折ります。ではここの角と角をちょっと折ります。で、開いてこちらもこのままここを開きながら、このように畳んで折ります。では残り 1,2,3 枚も同じように折ります。はい、折りました。ではここひだを上に上げます。で、この角みたいになっているところを両手で持ちまして、このようにお互い外側へ開いていきます。開いたらこの真ん中のひだがこのようにどんどん下がってくるので、もうこのまま指で中へ入れて畳みます。で、残りの箇所も同じようにします。はい、では少しちょっと平らな方をこのようにこの面に向けます。ではこの角とこの角を合わせるようにこのように折ります。で、裏を向けて同じように折ります。
そしたらこちらとこちらが残るように、2つ残るようにします。はい、ではちょっと回転させます。では先ほど折り上げたこの部分、この1枚だけこの角をこの縁に合わせて折ります。はい、開いて、でこの部分もちょっと開きます。開いてこのままここを支点にちょっと斜めへ折ります。こういう感じでこちらも斜めに折ります。はい、でこのままこういう感じで折ります。はい、潰し折ります。こうね、こうなりました。でこちらも同じようにします。ではここちょっとここの縁をちょっと持ちます。この指で、でこれをつまみ持ってここを山形になるようにこのように少しずつ折っていきます。こうですね、こうで、はい、ではこのまま折ったら潰し折ります。ここをね、指でポンと潰します。でこちらもしっかりちょっと折りまして、少しこのようにずらします。少しだけで OK です。でずらして畳みます。はい、ちょっとこちらも同じようにします。ではちょっとここ開いてこちら向けにします。こういう感じで、はい、ではこちら側をまた平らな面を向けて、ここの V 字型みたいになってる部分に2つ、ここをこの平らな部分に合わせて畳みます。こういうふうに寄せて畳みます。でこのままここの縁でこのようにこの部分を内側へ折り込みます。しっかりね、奥まで、はい、挟み込みます。挟み込んだらここを折ります。はい、ではこちらも同じようにします。そしたらこのままここをしっかりここつまみます。でこの部分をのり付けします。でちょっと乾くまで待ちます。ではある程度乾きましたら、この部分、ここの角から少し下をつまみ持ってこのように少し広げます。お互い外側へ少しで OK です。でね、だいたいここが1センチぐらいになれば、ちょっとここをね押さえておきます。でこちら、この部分ね、この部分を少しこのように斜めに下に折ります。でこちらも斜め下にちょっと一旦ですよ、折っておきます。ではこの 7.5 センチのクリームを今回は分かりやすいようにこれで折りたいと思います。ではこのまま半分に折ります。そしたらこの縁を上に向けて折るんですけど、折った時にここの幅とここの幅が同じぐらいで合わせて折ります。で開いて
こちらの折り筋をもう一度こちら側から折ります。では回転させて同じように折ります。では今度は三角に半分に折ります。で開いてこちら側も同じように三角に折ります。では真ん中のこの四角をこのようにもう一度しっかり折ります。でこちら斜めのこの折り筋一枠分をまた同じようにつまみ折ります。でつまみ折ったらちょっとこたつ型みたいになります。ではこちらこの部分をちょっとつまんでこちら側へ寄せてくっつけます。ここの平らな部分にで少し5ミリほどはみ出るようにします。でこちらも同じようにします。はい、では裏側こうはみ出てる部分があるのでよいしょ、ここをのり付けしてちょっと仮に留めておきます。では反対、真反対も同じようにします。で、まあ、できない人はこのままでもいいんですけど、できる人はここから1ミリほど、縁から1ミリほどをこのように内側へ折っていきます。はい、ではもう一枚こちらのクリーム 7.5 センチをまた分かりやすいようにこちらで折りたいと思います。ではこちら四角に半分に折ります。開いて回転させて四角に半分に折ります。では四つ角を真ん中に合わせて折ります。では裏返してこのようにまた軽く三角に半分に折って、こちらも三角に半分に折ります。で裏返して今度は四角に半分に折って、こちらも四角に半分に折ります。ではこのようにまた両手で持って寄せるように折りたたみます。ではこちらをちょっとこうちっちゃいですけどまた開いてこのようにこの潰し折る作業をします。はい、残りも同じようにします。では1枚めくりまして、この角と角のライン上でこのように折り上げます。はい、残りも同じようにします。ではこの平らな部分、ここの部分じゃなくてこのめくって平らな部分をのり付けします。でこの部分、この1枚だけ、これは1枚だけのり付けします。で貼ります。で残りの3つはこのように倒します。
で、ちょっと開きますね。開いたら、こういう感じになります。では、髪の毛の部分なんですけど、こういうね、感じの折り紙がおすすめです。で、ちょっと今回はこちらの色でやりたいと思います。で、15×7.5cm ね、こちら半分に切った分を使います。はい、色を下にして、このように半分に折ります。はい、開いて、ここの縁を真ん中に合わせて折ります。では、こちらを、この縁を上に折るんですけど、ここの幅とここの幅、ここが大きめ、ちょっと多めにして折ります。で、開いて、こちらの折り筋をもう一度折ります。で、折った時にね、ここが1、2ミリ開けば OK です。では、回転させて半分に折ります。そしたら、こちらを、縁をまた上に折るんですけど、また同じようにこちらの幅の方がこちらよりちょっと大きめで合わせて折ります。で、ちょっと広げてもう一度こちらを折り直します。で、こちらもね、幅が少し開いてます。次はこちらの折り筋とここの折り筋を合わせるように折ります。ちょっとね、ここでこのように確認しております。では、こちらの、この角をこちらの方に向けて、このように三角に折ります。で、こちらも同じように折ります。次、こちら、この縁を、ここの上に合わせておるんですけど、だいたいこことここの幅は同じぐらいで折ります。次、こちら、こちらもこの縁とここに向けて折るんですけど、折った時にこことここの幅が同じにして折ります。はい、こちらも同じようにします。ではちょっとここを軽く開きますね。こういうふうに開いて、ここの縁をこの下の折り筋から、この真ん中の折り筋から一つに合わせて折ります。で、このまま畳むんですけど、畳んだ時にここ白い部分がはみ出ちゃうので、まあこれが気になる場合は、折れる人はここのね、ちょっとここから斜めに軽く折ります。で、こちらも同じように軽く折ります。で、折ってからもう一回戻して、こちらを折ります。で、折った時についでにですけど、ここを斜めに、ちょっとここをずらして折ります。こういう風に。少し広がりを見せます。で、こちらも同じようにします。では、ここを折るんですけど、ここの折り筋じゃなくって、少し上で折ります。少しね、ここの折り筋よりずらして折ります。では、ここの縁を真ん中の折り筋に合わせるように、このようにめくりながら折ります。折ったらね、この内側の斜めになっているこの部分をしっかり折ります。で、こちらも同じように折ります。そしたら、この部分をもう一度広げて、ここをのり付けして、
貼ります。はい、ではこちらのこの部分をもう一度ちょっとちゃんと折って、こういう箱っぽい形にします。この縁から2つ目の折り筋をこのようにつまみ持ちます。つまみ持ってここへ寄せております。で、この時にここ上の縁から少しだけ数ミリだけ下に合わせております。はい、こちらも同じようにつまんで寄せてこのように折ります。このままこの部分をのり付けします。で、こちらものり付けして貼ります。ではこちらもちょっとのり付けしておきます。ちょっとくっつけておきますね。で、こちらもちょっとめくれてる部分を、この辺りをのり付けして貼っておきます。では組み立てていきます。こちらこのね、髪の毛のこのこちら側をのり付けします。で、ここもね、ちょっとこの辺りをのり付けして、これを貼ります。で、この時にね、ちょっとこういう感じで、はい、では次こちらこのパーツをこの辺りと上にちょっとのり付けして、で、ちょっとこれね、この内側のこの部分、この部分をできればこの上か下も揃えて、こう交互にならないで揃えてから貼ります。このように挟みます。こちらを前にするので、こちらこれがね、前にして、で、挟み込みます。で、少し浮かせたところで止めます。では8ミリのこの白の丸シールと黒く塗った丸シール、こちら黒を下にして、本当に少しだけこのようにずらすように貼ります。で、こちら5ミリの丸シールを、こちらこの黒いはみ出てる部分を下にして、このようになるべく上向きに貼ります。で、こちらも同じようにします。では目をこの辺りに貼ります。では8ミリの黄色い丸シールをこのように少しこのように斜めに折って、こちらも折ります。はい、くちばし型になるんですけど、このまま貼っても剥がれる場合があるので、シールなんですけど、この辺りをのり付けして、で、この口この辺りに貼ります。で、ちょっとね、乾くまで待ちます。では16ミリの丸シール、こちらをこのようにまた少しだけ折って、こちらも折ります。で、ここもこのように折ります。はい、こういう感じになります。で、これもきちんとちょっと貼れないので、ここをのり付けして少しだけね、で、この辺りにちょっと貼ります。ちょっと下かな。同じものをまた貼ります。で、ちょっと乾くまで待ちます。では
このあたりとこの前あたりで、まあこの辺ものり付けしてこれ挟み込みます。で、できればこのこことここを合わせるように前側にね、このこちら側にして貼ります。で、ちょっとこれ乾くまで相当時間がかかるのでこのまま置いておきます。そしたらここをこの手の部分をちょっと下側、こう外側を広げるようにします。で、こちらはね好きなようにしてもらっても OK です。この部分を少しまたこのようにこちら側へ向けます。で、こちらもこのようにこちら側に向けてちょっと立体付けます。で、この口部分もできたらちょっと少しこのように浮かせて、このように真ん中をつまみます。こういう感じでここをつまんでからちょっとここを外側へ向けます。で、ちょっとね立体付けます。はい、では髪の毛、ちょっとねここ長いんで少しこのように外側へこのように折ってめくります。こういう感じでね。で、まあここは好きなようにこういう感じでつまんだりしていろんな形にしてみてください。できました。よかったら作ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。